セール。下がって。効果で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 次効果で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 。えぐいやつじゃのすまん、武器があれば力になれたんだが。しょってるでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子はなんか怖いのがピューッと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図。さっきの子が落としていったのか。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようでな。ヘピシャレ立ち話はあとじゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。
ベルベットはさっきの棒と知り合いなのかえ？何やら呼びかけておったら。別に。精霊に知り合いなんていないわ、もう。もう、な。何？何もマギもないが、あの棒は変わっておったの。確かにな。命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。大魔師に従う精霊のくせに、我欲のあるやつじゃわ。ま、こっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや、悪党ばかりじゃな。わし以外は。うん、全くだな。ちょい！そういうボケつぶしが一番の悪じゃよ。そうなのか？脱獄衆がいい気なものね。しかし、マギル、お前の話し方は見た目通り妙竹林だな。魔法使いにふさわしい威厳と年輪を感じさせねばならんからの。わしも魅惑のキャラ作りにはなかなか苦労してきたんじゃって。何事も修行ということか。ところで、魔法使いと魔女ってどう違うんだ？厳密に言えば色々区分けはあるが、大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。かあ、二べもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計に染みるわい。よくそんな格好で平気じゃの。人間じゃないからね。行くわよ。効果で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 。やれやれ、ね、行くわよ。効果で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 。やれやれ、ね、
やれやれ。行くわよ。効果で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 効果効果で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 効果しまった。効果で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 そこだ。食らい尽くせ。そこだ。食らい尽くせ。やれやれ。やれやれ。行くわよ。カット。スイゲット。フォーガチュー。カゲスバル。カゲスバル。呪い。カゲスバル。しまった。カゲしまった。そこだ。食らい尽くせ。やれやれ。行くわよ。そこだ。食らい尽くせ。ビエレイ客逃がしはしない。インフェルノブルー増減客烈光瓶邪魔よ。カゲスバル烈光瓶カゲスバル。やれやれ。行くわよ。スイジャトーフォーガチュンカゲスバル。スイヤーフォーガチュンしまった。スイヤーフォーガチュン増減客烈光瓶スイヤー呪い。はっ影すばる。その程度で影すばる。空を絶衝撃スイヤー。はっ影すばる。氷河中影すばる。握った影すばる。ビエン冷却そこだ。食らい尽くせ。そこだ。食らい尽くせ。やれやれ。シャバはいいな。体を自由に動かせる。六郎や、お主は何故囚われておったんじゃ。家のしがらみでいろいろあってな。まふん、のんきに恩返しをしとっていいのかい。借りたものは返す。それがランゲス家の教えなんだよ。なかなかお行儀のいい家族じゃな。長く捕まってたの。3年ほどかな。
だから今の世界がどうなってるかはよく知らん。わしもじゃよ。精霊とかいう術を使う奴らがおるとはびっくりじゃ。まじないと呪いは魔女の千倍特許じゃのに、営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って…うん、インチキ魔女じゃってしょっぴかれたんじゃ。身内のひどい裏切りにあっての。聞きたいか。聞くも涙、語るも笑顔の物語。興味ない。行くわよ。効果で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 影すばる方角影すばる影すばるその方角やれやれ。また妙なのが出た。喋る猫、化け猫ゴーマか。おお、こやつは猫人じゃ。久しぶりに見たわ。猫人？猫でもゴーマでもないのか。まあの、広い意味で精霊の一種と言っていいような悪いような謎の生き物じゃよ。なるほど、よくわからんやつなのはわかった。あなたは猫にスピリッツを持っているにゃ。これのことにゃ。それは監獄島で拾った。それにゃ、それは私たちの魂的なもの。猫にスピリッツ、略してコニンピリッツにゃ。逆に言いにくい。じゃあ猫スピでいいにゃ。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて体から抜け出てしまったのにゃ。どうか猫スピを使って仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ。猫人ボックスに封印された猫人を猫スピで解放することにゃ。これがサルベージ。これは犬ベージ。そしてうん、助かったにゃ。これがニャルベージにゃ。その理屈なら猫ベージでしょ。おお、その引っかき、いや引っかけに気づくとはやはりただものではないにゃ。お願いにゃ、
猫スピは世界中に飛び散って大勢の猫人が封印されちゃってるのにゃ。どうか猫スピを集めて仲間たちを救い出してほしいのにゃ。助ける義理なんてないわ。そこをにゃんとか。猫人は不思議な力を持った一族じゃ。菓子を作るといいことがあるやもしれんぞ。それなりにお礼はしますにゃ。無下にするとたたるとも言うしの。場合によっては呪うにゃ。これも何かの縁だ。旅のついでにやってやろうぜ。あくまでついでよ。届いとらんはずじゃが。俺たちの風邸では入れてくれそうにないな。さっきごめんなさい。これ盗むつもりじゃなかったけど。羅針盤。いいのか。あやつ対魔師の配下かもしれんぞ。後を追うわよ。食後のデザートか。必要なら。この道を進んでいったはずだ。倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトとも言う。ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。だから背中の。いや、それは断る。
僕は大きくなったらタイマシになるんだ。私もパパやママを守ってあげるの。違うぞ、タイマシはゴーマから世界を守る戦士なんだ。パパとかママとかじゃなくてみんなを守らなきゃいけないんだぞ。そんなの難しいよ。そう、そういう難しいことをしてるからタイマシ様は偉いんだ。うん、タイマシ様って偉いね。まるで正義の英雄ね。普通の人間にとっては実際そうなんだろうけど。
あそこが組合？お、良さそうな武具屋がある、船大工の話は任せた。男って生き物はおもちゃを見ると我慢できんのじゃな。ここ船の組合？ダイルめ、悪あがきをしやがって。まったくだ。あいつが死んでいればこんな面倒なことには。ねえ、ちょっと船の修理を頼みたいんだけど。悪いが今はできない。なんで？商船組合は業務を停止しているのです。清涼大魔師テレサの名において。テレサ様。二号、口を聞いていいと許可しましたか？テレサ様、我々へのパスはいつまで続くのでしょう。全部ダイルがやったことで。ダイルが遠赤の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために清涼が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド領がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。これが清涼のやり方か。窮屈クツクツの世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはゴーマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。大魔師でなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。打てる手は打っておこう。航海士も欲しいの。用意しておいて。さて、六郎の方はどうなったかな。武器屋に行ってみるか。ヘラビーサにいる間はゴーマに襲われる心配はしなくていいぜ。ここは清涼の一等大魔師テレサ・リナレス様が守る町だからな。へえ、大した人なのね。そう、小説の大魔師と称えられるお方だよ。氷のように冷徹で雪のように可憐、まさにヘラビーサにふさわしい秩序の騎士。この町がかように白く美しいのはテレサ様がおられるからこそなのだ。正しき秩序を乱す者は人もゴーマもあの方の一別で魂までも凍りつくだろう。いかにも大魔師って感じね。はは、俺もあの冷たい瞳で汚れたものを見るように見つめられたい。テレサ、マイラブ。こんなのを放置してるってことは
まるで隙がないわけでもなさそうね。掘り出し物を見つけたぞ。ひどく錆びていたが、研ぎ直してみたらなかなかの技物だった。まさか投げ売りの品にそんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか？わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。
ヤクがいる。知ってるか、ベルベット。ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな。よく噂されたんだ。嵐月に過ぎたるものが二つあり。ヤクの兜に太刀強乱ってな。あんたの家って嫌われてるのね。あ？そうなのか？心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないな。今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。聞いたか、商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が町の中で、どうしましょう。心配はない。すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すしかないのよね。むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね。そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃないか。普通の寒さじゃないよこれは。そりゃヘラビーサは北国だけどね、私が子供の頃はここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷もこんなにひどくはなかった。ああそれは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ、寒冷化。そうそれ、清涼も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、巻き台も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい。少なくとも私のせいじゃないわね、それは。1丁目の提案は分かった。我が3丁目と連携して2丁目を撃とうというのだな。いかにも遠行近行の刑だ。
なんだか物騒な話をしてるな。敵の敵は味方か。確かに貴公ら一丁目と我ら三丁目が手を組めば二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くくく、一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと、一丁目と三丁目は総力を挙げて雌雄を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が撃つ。これぞ漁夫の利、二個強食の計なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。立派な船ね。だろう。王都のあるミッドガンドリオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは星稜が開発した新しい爆薬の原料だな。そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが、人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えてヘラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船王都に行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備に付く。部外者の乗船には星稜の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが星稜が決めた規則だ。人間が生きていられるのも星稜あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。
Thank you.